パズドラ究極攻略 TV をご覧の皆様、こんにちは。こんにちは。今回は、今回は第34回コスケのパズドラお悩み相談教室でございます。はい、はい。本日も4つの、ご質問にお答えさせていただこうかなと思います。はい、よろしくお願いします。わかりました。では1つ目の質問読んでいきましょう。はい、コスケさん、真央さん、こんにちは。こんにちは。先日暗黒覚醒ゼウスが強化されて僕は強いと思うんですが、コスケさんからして暗黒覚醒ゼウスどうですか？あれですね、二体攻撃がついたんですよ。ほう。今流行りというか台頭してきている、はい、こういうステータス、スペックですね。 HP50% 以下で、闇属性の攻撃力が4倍になる、うん、で、二体攻撃を持ってるんですけども、強いですよ。強いです。正直、ステータス的にもサブにはね、グリップスライダーとか入れればめっちゃ良さそうですし、まあ、サタンもね、悪魔タイプで染めれるんですけど、スキルが死んじゃうんですよね、ラース・オブ・ゴッドが。これがもしラース・オブ・ゴッドじゃなかったら、うん、って考えたらめっちゃ強かったです。闇メタのよりちょっと弱いかなぐらいで、うん、ただその代わり闇属性のサブ自由に選べるよねみたいな構成があったんですけど、はいはいはい、ラース・オブ・ゴッドはね、ちょっとね、あれなんですよね。その心は？スキルたまんないんですよ。ああ、そういうことね。で、例えば今だったらね、緑諸葛をサブに入れたりして、うん、まあ、サブ全部攻撃タイプ染めみたいな形にすればいいやんとか思ってたんですけど、それだったら闇メタの方がよくねみたいになっちゃうんですよね、正直。なるほど。なので、強いです、正直。強いんですけど、ただ必ず何かしらの上がいるみたいな、うんうんうん、闇ゼウスじゃなくてこっちの方がよくね、うん、みたいな。まあ、でも闇メタ持ってないならサブも自由に選べるよみたいな、そういう感じ。優しいんですよね、闇ゼウス。あのサブはね、すごく、うん、優しいんですけど、ただこのモンスターでどこ行くねんっていう。はあ、はあ、航路とかならまあ行けそうなんですけど、うん、多分行けると思うんですよ。グリップスライダー2体、半蔵、サタンとかでサブ、うん、全然行けると思うんですけど、あれですよ、6フロアの高防御の敵を貫通させます、2体攻撃で。ほう、2体攻撃ですか。ですけど、強いです、うん、終わりみたいな今のところ、うん、ところがあるんですよね。なんでこれが、はい、仮にですけど 50% じゃなくて 60% 以下とか、はいはい、ちょっと変わるだけで使いようがあります。50% 以下っていうのはすっごいシビアなんで、結構怖いですよね。だってダメなんですよ、うん、50% 以下って基本的にダメ。いや、ダメ、めっちゃ使いづらいです、うん、正直言って。 80% 以下、まだ 20% 以下の方が調整しやすいです。あー、理由としてはワンフロアで運が絶対出ちゃうっていうところなんですよね。例えば、12000のダメージを、攻撃のモンスターしてくるから、例えば、航路でじゃあ仮にしましょう。航路だとですね、約1万1000後半から1万1000ぐらいのダメージで、一応2万4000ぐらい設定しておけばいいんですよ、ワンフロアで、うん、ただ仮にですよ、ワンフロアで両方1分けならいいですよ、うん、両1、2とかで出てこられたらもう HP 調整できないんで、一発では。これが結構ね、きついとこなんですよ、この暗黒覚醒ゼウスの、はいはい、このリーダースキルの 50% 以下っていうのがすごいめんどくさいところで、まあ、で神々の王とかなら全然いけるかなとは思うんですけど、神王とかならまだ五右衛門の方がいいよねってなっちゃって、だってサムが結構ね、ガチャゲンにしても しちゃう編成難易度が高くなるっていうところがあって、暗黒覚醒ゼウスだと。まだなんかゼウスの、あの五右衛門の方がギガンテスとか並べればいいんで、まあ、まだ入手しやすいよねってなっちゃうんですよね。でも私50、なんとか以下っていうモンスターをそんなに使ったことがなかったので、はい、その五右衛門の、五右衛門よりこっちの 50% 以下の方が調整しづらいっていうのが結構意外だった。そうですね、調整しづらいっていうか、結構ワンフロアの運が、うん、その高難易度になってくると、まあ11か12かもしくは23かとかでも変わってくるので、うん、回復なしにしちゃうとなんですけどね、はいはい、まあ、航路だとまあ回復ドロップがないので、もうおのずとそうなります。なるほど、はい、ですので今現状個人的にいいなとは思ってません、正直言います。
使いづらいです。強いですけど使いづらい。お、なんかはっきり言った。はい、以上でございます。でも多分模索していると。いや、そう、昨日ずっとか最近ずっとこのなんか使えないかなってほらほらほら、やっぱり、いや模索してるんだろうなって気がしてたんです、私実は。いや、なんかやっぱその最近いろんなモンスターのパーティーをガーッと算数出して、はい、なんかどこでいけるかな、どこでいけるかなみたいな、いけるかなみたいなことやってるんですけど、うん、うん、なかなかね、なかなかねって感じです。ただあのあれです、すいません、パズドラ究極攻略 TV でノーマルダンジョンをやる際は天元もしくは航路しかやりません。基本的に僕が日頃やる動画として、あと天局ぐらいです、やるとしたら。理由としては、ノーマルダンジョンだったりは村井さんの方とか、あと、他のね、真央さんだったり何だったり あの日記とかでおそらくね、あの見ることができると思いますので、私の方このサイト、あのチャンネルではやりません。ご理解お願いします。はい、では次行きましょうか、はい、2問目ですね。真央さん、アカソニアを持っていない人こんにちは。すごいよ、すごいよ。誰だよ、あれあれ、誰のことだよ。司さんからですね、はい、自分は列強化を積んでいるパーティーを組んでいるのですが、陣などのスキルで列がうまく組めません。はい、列を組む際に気をつけるコツはありますか。あー、慣れればね、ノータイムでいけるようになると思うんですけど、まず、はい、主に使いたい色の方、うん、赤ソニアで赤の方が 火に寄せてる場合だと、火を中心に組みたいってなった時には、はい、火は一番上、真ん中、一番下に作るようにするとか、うんうんうん、なんで3列分しっかり分割できるようにするように、なんで一番下もしくは一番上から必ず始めるようにしましょう。まず陣は下か上かどっちかです。真ん中から始めると効率が悪いです、うん、なんで、まあ、どっちに、まあ、場面にもよるんですけど、ね、陣使った時に下にめっちゃ寄ってたらね、はい、ちょっとあの、うん、厳しかったりするんで、はい、でただ明らかこれ少ないよねって思った時に、闇の方が多いよねってなった時は、まあ、赤を、まあ、2段目3段目でしっかり分割、あ 2段、まあ、2段目と4段目で分割できるようにしっかり作ってあげる。なので見方ですね。あとはまあ火を見るか闇を見るか、どっちで3列組むように、うん、あのするか、どっちに肘を置くかですね、見方としては。まあ、あとはもうドロップ操作の速度です。はい、はい、以上でございます。肝に銘じます、はい、練習してます。はい、次3つ目の質問いきましょう。小助さん、真央さん、こんにちは。こんにちは。ツーウェイ、これ2体攻撃ですね。2体攻撃のことですね。の攻撃力上昇はぴったり4個消しの時だけですか。はい、自分の体感的に5個以上だと4個の時に比べて攻撃力が低く感じたので質問しました。お願いします。はい、2体攻撃はそうですね、4つ消しの時のみです。ただ、まあ、4つ消しの時のみというかですね、うん、例えば6、4で消した場合、一応かかります。倍率だけ、あの2体攻撃を持っているモンスターに倍率だけかかります。例えばジンを使った時、今さっきの、2個目の質問で、はい、盤面に攻撃色が25個ありましたと、うん、で、いらない色というか攻撃色じゃない色が5個ありますとなった時は、そうです、例えばそうなった時はまず、はい、一番下か一番上のところに4つ並べて1個外して4つ消しを一番下かどっかに1個つけるようにすると一応いいですね。さらに上がります。2ウェイ持ってるモンスターにさらにかかるので火力としては上がります。で、まあまあ、一応2体攻撃に関してなんですけど、どのくらい倍率が出るかちょっとまあざっくり言いますね。4×4 で4コンボに消した時、うん、2体攻撃を1個持ってるモンスターだったら 20.7 倍その人が、はい、そのモンスターにかかります。 で2個持ってるモンスターだったら 33.8 倍になります、約。はい、でこれがどのくらい 33.8 倍かというがどのくらいの火力かというと、属性強化で比較してみると、属性強化を11個持ってる編成で3列3コンボ3列の3コンボ組んだ時が約ほぼ同等の火力なので、4×4 の4コンボはえぐいです。まあ 4コンボになってる時点で、まあ、3列3コンボの、まあ、より1コンボ少ない分倍率が 1.25 倍低いんですけど、低く、まあ、高くはなってるんですけど、うん、まあ、それとまあ比較して、あ、すみません、画面が暗くなっちゃいましたね、失礼しましたと比べてもまあ強いですよね。なるほど、はい、
まあ、ざっくりどのくらいかって言ったらこのくらい強いですよっていう感じです。2体攻撃に関しては、うん、はい。まあ、その代わり、シビアです。 4×4 は、盤面16から、変換で16個ジャストだとまあ作れるんですけど、ただスペース的に、右か左にまずワールドの形で444とで、一番端の使ってない方のところに縦に4のこの形しかほぼはないので、厳しい。まあその陣とか使った時に、なんだろう、チェンズ・ザ・ワールドで最大火力配置いわゆるあれで作る場合はまあ一応ありはするんですけど、うん、まあ、結構難しいですね。まあ難しいは覚えないといけないので僕は覚えてません、形をね、はい。まあ属性強化と比べたらまあどうなんだろうね。まあ、ただ属性強化の方がなんか簡単なイメージがありますよね。なんかその分割しなくていい、つなげちゃってもいいやみたいな、その気楽さはあるので、はい、また2体攻撃強いですよ、こういう意味で。なるほど。数値的には以上でございます、はい、ありがとうございます。では4つ目、最後の質問ですね、はい、アットバンクの皆さんこんにちは。こんにちは。アテナパを作りたいのですが、イザナギがいないのでトールでも代用できますか。スキブを持って3ターンエンハンスなので、3ターンエンハンスですね、失礼。スキブを持って3ターンエンハンスなので代用はできそうなのですが、うんうん、どうでしょうか。できるんじゃないですか、全然できると思います。トール強いですよね。そうですね、あのボス戦の瞬間火力、まあサブ他どうするかによるんですけど、うん、まあイザナギだとね、属性強化持ってない、スキブも持ってないで、トールはスキブ1個と属性強化2個持ってるので、まあそこですね、あと3ターンエンハンスが効くっていうところにトールに分があるので、まあそういう意味ではね、その一点集中の火力がちょっと劣るとは思うんですけど、十分代用可能だと思います。ステータス的にも特段ね差はないですし、体力タイプっていう副タイプも被ってますし、究極進化したね、イザナギはね体力タイプですよ。でトールも体力タイプで持ってますから、はい、まあ、そういう意味では似てますよね。まあなんでそういうは、ただイザナギのいいところはサブ神タイプでだったら何でもいいっていう、色はあんまり気にしなくていいっていうところにメリットがあって、例えばトールだと、まあ、全部副属性なりなんなりにも必ず光を入れないといけないっていうところはありますけれども、うん、まあ、十分代用可能です。ぜひ、まあ、編成でちょっと注意する点が変わってくるぐらいですね、うんうん、はい、以上でございます。はい、ありがとうございました。今日も3つの質問を答えしました。ありがとうございます。はい、じゃあ、コスケさんに質問する方法を最後にお伝えしましょう。はい、ツイッターの方で、ハッシュタグ、コスケに質問をつけて、ツイートしてください。私の方に、メンションだったり何だったりフォローしたりとか、そういう、あ、すみません、必要はございません。ハッシュタグコスケに質問をつけて、質問を書いてツイートしてください。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、それでは以上、第34回コスケのパズラお悩み相談教室でございました。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。ございました。どうも、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録はこちら。スマホの方は動画概要欄のリンクからチャンネル登録をよろしくお願いします。